泣き人城左側が運転校。右側は名護市のヤ賀寺島である。泣き人村は沖縄県国上郡の村。沖縄本島の本部半島のほぼ北半分に位置する。北東部には 1.5km 離れた古売島があり、2005年に名護市のヤ賀寺島と橋で結ばれた。2010年にはヤ賀寺島と 村内川の本島とを結ぶルミ大橋が開通した。古リ大橋の開通後、ルミ大橋の開通までは、フルート島から村役場のある中曽根に向かうには、一旦、名護市を経由して、羽地内海を迂回しなければならなかった。村の中央部を大井川が北流し、東、シナ海へ注ぐ。突起なき場合、泣き人村村村西洋欄による、 古ル大橋名護市中心部の名護バスターミナルを起点に、村内で国道505号を通り本部半島を一周して、名護バスターミナルに戻る琉球バス交通、沖縄バスの65番66番系統と、沖縄自動車道、沖縄チュラ海水族館を経由して、那覇市、浦添市と村内の主要地域、運転校を結ぶヤンバル急行バスがあり、那覇市、沖縄市など主要都市から、 名護バスターミナルでバスを乗り継ぎなき人村へ行くこともできる。村の中心街は、村中央部の中曽根、なき人村役場前バス停付近である。また同じく、ヤンバル急行バスが運行する、本部長の瀬底島を起点とし村内、名護市の矢賀寺島を通り、古い島を結ぶ4島線が運行されている。ふとじは、なき人村内の経由地、古いじビーチ、 ありがとうございます。